こんにちは、斉藤直樹です。皆さんは誰かに嫉妬した経験ってありますか？今回は誰かに嫉妬してしまった時の対処法というテーマでお話をしていこうと思います。以前のチャンネルでもですね、同じテーマでお話をしたことがあったんですが、このテーマってかなり普遍的で、その後も多くの質問をいただきました。過去動画もね、なくなってしまったことがあるので、改めてお話ししてみようと思います。さて、嫉妬した時の対処法、もう結論言っちゃいます。これね、かなり効果的な方法です。誰かに嫉妬してしまっている時、もしくは嫉妬してしまいそうな時はですね、俺実はあいつに嫉妬してるんだよねって人に言っちゃうこと、これでね、解決しちゃいます。はぁ、え、何言ってんの？そんなに簡単に解決したら苦労しないよ。わけわかんないって思いましたよね。でもね、よくよく考えてみてください。自分が誰かに嫉妬している時、嫉妬してるんだよねって他の人に話した経験ありますか？僕ですね、おそらく悩んでいる人の大半は思い返してみるとそういうことしたことないと思うんですよ。なるべく嫉妬している対象の人の話題を避けてしまう、そんな風に行動しちゃってませんか？思い当たるでしょう。僕が今言ったこと思い当たる人はこの話を聞く価値が十分にあると思います。順番にお伝えしていきますね。僕は20年間プロのイラストレーターをやってきました。皆さん想像がつくかもしれませんが、クリエイターって完全なる実力社会です。実力があればどこまででも登っていけますし、実力がなければ消えていく、そんな厳しい世界です。だからこそですね、他の人に対する嫉妬もすごいんです。こんなことを言っている僕も嫉妬心、これにはね、すごく悩まされてきました。まあ、そもそもね、嫉妬された、妬まれた側からすると、それってただただ迷惑な経験かもしれません。ですが一方で、嫉妬を感じている人は、どんなことを思っているかっていうと、くっそー、なんであいつばっかり、いい思いしやがって。そんなね、妬みの感情がある一方で、はぁ、私なんでこんなこと思っちゃうんだろう。俺って小さい人間だな。シュン。そんな風に自分を卑下するような言葉ばかりが浮かんできてしまいます。めっちゃ辛いんですよね。これですね、他人に嫉妬した経験がある人はわかるかもしれませんが、嫉妬を感じている側はものすごく苦しくて辛い思いでいるんですよね。じゃあどうやったら嫉妬しないようになれるのか、嫉妬の辛さから逃げることができるのか。はい、さっきも言いました、解決方法は簡単です。俺正直さ、あいつに嫉妬してるんだよね。悔しいけどさ、あいつが作る作品ほんとすごいよ。そう言葉にして誰かに伝えることです。というかね、もうこれしかないと思います。なぜそれが嫉妬心を克服することにつながるのか、皆さん疑問だと思います。その理由がね、分かりやすいように、まずはじめに、なんで嫉妬心って膨らんでしまうんだろう、っていうかそもそもなんで嫉妬することがいけないの、ということについて僕の失敗談を交えつつ、赤裸々にですね、嫉妬心が膨らんでいく3段階についてお伝えしていこうと思います。嫉妬心が膨らむ第一段階、最初はちょっとした逃げ。まずはじめになんですが、僕が誰に嫉妬していたのか言っちゃいますね。これね、前の動画でもお伝えした時に、え？マジかよって驚かれた反面、意外と多くの人にもね、あ、わかるわかるって共感されました。僕が嫉妬を感じていた相手、それはバクマンという漫画のキャラクター、新妻エイジ君に対してです。バクマンは高校生が少年ジャンプで連載を始めて大成功するサクセスストーリーで、新妻エイジ君はその漫画に登場する漫画の天才少年なんですね。彼に対して僕は長年めちゃくちゃ嫉妬を感じてました。そしてかなり本気で悩んでました。え、漫画のキャラクターに対して嫉妬って嘘でしょって思いましたか？いえ、これね、真面目にそうだったんです。後でも言いますが、僕はそれが原因で実際にこの体にも影響が現れたぐらいですから。これはですね、他の動画でも言っていることなんですが、僕は昔漫画を連載していたことがあります。バキドモエという漫画です。格闘漫画グラップラーバキのパロディ漫画ですね。実はこの漫画連載を開始して3年ぐらいでやめたんですが、連載をやめたのは打ち切りになったからではありません。僕からですね、連載やめたいです、やめさせてくださいって言ったからなんです。まあ、簡単に言えば漫画から逃げちゃったんですね。きっかけはですね、バクマンのあるシーンを見たからでした。新妻エイジ君があるシーンで約40ページ
ージのネーム。あ、ネームっていうのは漫画の下書きのことですが、そのネームを30分もかからずに全部書き上げてしまうっていうシーンです。この時の新妻英二君、編集者にですね、そろそろネーム上げてよってせっつかれた時に、あ、もう頭の中にあるんで今書きますよって言って、その場でサラサラサラっと30分ぐらいでネームを全部書き上げてしまったんですよ。しかもそのネームを読んだ編集者はもう漫画をね絶賛するレベルでね、一方僕はというと11ページのネームをうんうんと悩んで、少なくとも 2,3 日はかけながらゆっくりと仕上げていた状態でした。まあ、一応ね、漫画家の知り合いにも聞いてみて、あれはファンタジーの世界だから実際にはあんなに早く書けるわけないよ。まあ、確かに天才はいるけど、でもあれはものすごくデフォルメが入った表現だからそんなに気にする必要ないよって言われたんですが、当時の僕はですね、いまいち自分に自信を持てないこともあって、そのシーンを見た時ですね、あ、ダメだ、俺には漫画の才能がない、ポキ、心がね折れてしまったんです。まあ、一応ね、完全にショックとか勢いだけで連載をやめたかっていうと、まあそうではありません。これについてはいろいろ悩んだ上での決断でした。実際ね、かなり苦労して得た仕事でしたし、今までやったことのない漫画の仕事にやりがいもね感じてました。でも連載を続けていく中で、一方では自分に向いているのはやっぱりイラストだ、漫画じゃないかもという気持ちも日に日に強くなってしまって、漫画をやめてイラストの方に再度舵を切ることに決めたんですね。それがね、ちょうど30歳ぐらいの時です。辞めた瞬間は素直に楽になりました。気持ち的にも体力的にも余裕ができて、正直ね、めちゃくちゃ晴れやかな気分でした。さっきも言いましたが、僕の漫画は月に11ページ程度だったので、他のね、週刊で連載している作家さんや、そして新妻英二君に比べてしまったら、ものすごくね、少ないページしか書かなくてもいいので、全然楽に見えると思います。でも僕にとっては漫画連載は正直すごくしんどい経験だったんですね。なぜなら僕は漫画を生み出す力が圧倒的に不足していたからです。引き出しがね、あまりにも少なすぎました。だから今思えば漫画をやめるのは必然だったようにも思います。僕にはもっと他にできること、向いていることがあるはず。当時はあくまでそういう前向きな気持ちで辞めさせてもらったつもりでしたし、今考えても事実正解だったと思います。実際その決断がきっかけで今の僕があるわけですから、はあ、もう漫画でダメ出しされることはない。連載をやめて最初はめちゃくちゃホッとしました。あれだけプレッシャーだった締め切りから解放されたわけですし、ボツを出されまくる無力感も感じなくて良くなったわけですから、よし、これからは自分に向いていることするぞ、イラスト頑張ろう、そんな風に前向きになれる自分が確かにいました。でも一方でもっとできたんじゃないのかな、もっと頑張れたんじゃないかな、ファンタジーとはいえ新妻英二君に高校生なんかに完璧に負けた形でやめていいのかな、勝てないまでも自分なりの答えが出るまで続けた方が良かったんじゃないだろうか。漫画連載をやめるっていうことは同時に自分の可能性からも逃げ出すことを意味していました。そういう自分の思いに対しても完全に蓋をした状態で逃げるように漫画を諦めたんです。そこからですね、あの地獄が始まったんです。嫉妬心が膨らむ第2段階、問題から目をそらしたくなる。はい、体は楽になったんですけど、そこからね、地獄が始まりました。バクマンはもちろんなんですが、そもそも漫画を読めなくなってしまったんです。どういう意味かわかりますか？書店の漫画コーナーやコンビニのね、雑誌置き場に近づくだけで、本当にね、近づくだけでダラダラダラ、もうね、冷や汗が出てくるんですよ。なんならもう漫画という言葉すら聞きたくありませんでした。そして当時担当していただいていた編集さん、すごくねお世話になった人だったんですが、連載が終わってからも僕のことはねすごく気にかけてくださっていて、頻繁にね電話してきてくれるんですよ。正直すごく嬉しかったですし、今も感謝しています。でもですね、その人からの着信、スマホにその編集さんの名前が表示されているのを見ると、もうねどうしても体が拒絶反応してしまって、なんだかわからないんですけれども冷や汗が止まらなくなってしまったんです。だからね、本当に申し訳なかったんですが、その編集さんからの着信はもう全て無視してました。今思うとですね、問題から全力で目をそらしていたんだと思います。編集さん、あの時は本当にごめんなさい。その状態がですね、多分1年か2年ぐらい続いたと思います。いや、あれは本当に辛い経験でした。だって今まで好きで読んでいたものがもう読めなくなっちゃう
ゃうわけですから、頭ではねもう大丈夫どうってことないって思ってるんだけど、体がね言うことを聞かないんです。いやもうこんなことって本当にあるんだなって自分だからねちょっと面白くすらあったぐらいですね。まあこれはねかなり極端な例だと思います。ここまでね体に弊害が出ちゃうことはなかったとしても、皆さんもいまいち元気がない時って問題から目をそらしちゃうことってないですか？例えば自分がスランプに陥っていて、あまりねうまく作品を作り上げられない時、そんな時に X を見ていたらすごくね良い作品を書く人のポストが目に入ったり、周りから称賛されている声が聞こえてくると、条件反射的にねポチッ、スマホの電源を切って見るのを避けてしまったり、誰かと話している時にあの人の作品すごいよね、気になっている嫉妬対象の人の話題が出ると、あ、これちょっとトイレ行ってくるわ、ついつい会話をはぐらかしてしまったり、そんな風にねその場ではなんとか問題から目をそらしてやり過ごすことができたように思うんですが、でもねやっぱりそんなことしてもずっとモヤモヤに苛まれ続けちゃうんですよね。そしてどんどん問題を回避しがちになってしまいます。そしてこんな状態が長く続くとどうなるのか、うまくいっている人がねだんだんと妬ましく思えてきてしまって、くっそあいつムカつくな、そうここから本格的に嫉妬が始まっちゃうんです。嫉妬心が膨らむ第3段階、自信がなくなり他人が羨ましくなる。問題と向き合うことができずにずっと逃げ続けていると、羨ましさや妬みから他人への嫉妬がどんどんと膨れ上がってきてしまいます。俺はこんなに苦労しても大した漫画が描けるわけじゃなかった、でもあいつは30分でしかも40ページもの漫画のネームを書き上げてしまう、俺って何なんだ、あいつが羨ましい、憎い、どうにかあいつの邪魔してやりたい、引きずり下ろしてやりたい、俺と同じような思いをさせてやりたい。漫画のキャラクターに対してね、本当にねこんな気分になっちゃったんです。本当ねバカみたいな話ですよね。まあ、僕の場合ですね、相手が漫画のキャラクターなので実際にはね行動を起こしようがなかったですが、きっと実際の人間相手だったとしたら、もしかしたら相手の悪口を言ったり、その人の SNS なんかに心ないコメントを書き込んだり、学生ならねいじめの対象にしてしまっていたかもしれませんよね。もうここまで来ると歯止めが効かなくなっちゃっているんだと思うんです。だってそれで一時的にも自分の気が晴れるわけですから。まあもしかしたらね作品に対する悪評を Amazon レビューに書くみたいなことも選択肢としてはあったのかもしれませんが、自分はそれだけはしないって強く決めていたので、他人を攻撃するようなことはギリギリしないで済みました。いけないいけない、自分は腐ってもクリエイターなんだ、だから自分の絵や言葉は誰かを傷つけるためには絶対に使わない、誰かを元気にするために使いたいんだというプライドがあったからだと思います。ギリギリのところでねそこだけは踏みとどまれたんですね。そこだけは僕グッジョブ。でもねそういう理由もあって、他人に対してね悪評を書き込んでいる人を見ると、あ、なんだこいつって、まあ、怒りを感じる部分もあるんですが、あ、この人結構かわいそうな人なのかもな、自分への不甲斐なさでこうなっちゃっている部分もあるかもしれないなって同情しちゃう部分もちょっとあったりするんですよね。だってそういう人の大半って一回だけじゃなくて何度も何度も他の人に攻撃しまくっていることが多いですし、まあ、直接誰かに対してじゃなくてもね普段のポストでも悪態をつきまくっていたりするんですよ。多分それぐらいしか鬱憤の吐け口を見出せないんだろうな、僕も一歩間違ったらこんな風になっていたかもしれないな、そんな風に自分事として見てしまうことがあります。多分ね正直自分の中にはそういう自分もいると思います。でもそれをちゃんと認識してそうならないように踏みとどまる努力も必要だなって悪態を吐きまくっている人を見ると強く感じますね。人に話すことイコール向き合うこと、嫉妬心が膨らんでいくきっかけは本当にどこにでもあります。自分が楽になるためにちょっと問題から逃げる、入り口はね本当に些細な選択ですが、いつまでもそれを放置してしまうと僕のようにですねかなり厄介な問題に発展してしまうことがあるんです。今ね僕は漫画を普通に読めます、読めるようになりました。きっかけはですね嘘みたいに簡単なことでした。友人と何の気なしに話している時、会話の流れ上仕方なくだったと思います。実は俺バクマンのニーズマエイジっていうやつにすごく嫉妬を感じててさ、いやこのキャラすげえんだよ、もう信じらんねえんだよ、ちょっと見てくれよっていう話をねしたことでした。え、
そんなことでって思うかもしれませんが、これね、本当です。その瞬間ですね、ずっと胸の奥に突き刺さっていたトゲが嘘みたいにスッ抜けてね、どこかに行ってしまった、そんな感覚を覚えています。そしてね、あれだけ嫌っていた、もう言葉を聞くだけでね、冷や汗がダラダラダラ書いちゃうぐらい遠ざけていた漫画を、なんだかちょっとだけ書きたくなって、簡単なね、4ページ漫画なんですけど、書いてね、 X に、まあその当時はね、 Twitter だったんですが、投稿できるまでに回復したんですよ。これ何が起きたのか分かりますか？俺、新妻英二くんに嫉妬してたんだよね。で、友人に話すことによって、僕は自分の問題に正面から向き合うこと、これができたんだと思うんですね。何か問題が起きた時、その問題を避けて逃げ続けてしまうと、その問題は解決不能な問題としてずっとそこに留まり続けてしまいますよね。でも、その問題を問題としてちゃんと認識して真っ正面からその問題に取り組めば、まあ、すぐにはね、解決が無理だったとしても、いつか解決できるかもしれない問題にその瞬間変わるんですよ。そのことで僕はやっと次の一歩前向きに踏み出すことができたんです。ちなみにですが、そのツイッターに投稿した漫画は本当にね、簡単な4ページ漫画でしたが、意外にも約4万リツイート、13万いいねされるぐらい反響をいただきました。そのこともね、僕を勇気づけてくれました。まあ、今は特にね、漫画を仕事にしようとは思っていないんですが、でも僕も漫画を描いていいんだって思えたのを覚えています。まあ、正直なところね、今でも誰かすごい人がいると嫉妬に駆られそうな瞬間っていっぱいあります。でもね、そういう時って必ず予兆があるんですよ。あの人の話ちょっとしたくないな。そんな風にね、思っちゃうことがあります。でも今はそんな時こそわざと自分から言うようにするんです。いや、もうあいつ本当にすごいよ、俺めちゃめちゃ嫉妬しちゃうもん。はい、そうすることで自然と自分の問題に向き合えるようになって、解決不能な問題をいつか解決できるかもしれない問題に変化させることができるんです。そしてちょっとだけね、前向きになれるんですね。もちろん最初にその言葉を誰かに打ち明けられるまで、これはね、結構しんどいと思います。だって自分の能力のなさを認めるようなものですから。でもね、自分が発したその言葉が他人への嫉妬というしんどさから解放してくれるんです。問題と向き合うまでは少ししんどいけど、でも向き合った瞬間から自分の無力さが可能性に変わります。どうせ俺なんてあいつに比べたら無価値な人間だ、私なんてもう頑張るだけ無駄だよ、そんな暗い気持ちが、うわー俺全然ダメじゃん。でも今ダメってことは、やったらやった分だけ成長するってことじゃね。私伸びしろ半端ない、もっとここ勉強したい、そんな風に前向きに捉えられるようになるのを実感できると思います。しかもですね、ここで魔法のような変化も起きます。なんと、今まで嫉妬対象だった人、多分ね、今までは敵として認識していたと思うんですが、その人がなんとこの言葉を発した瞬間から味方に変わってしまうんですよ。いや、もちろんね、急に相手が自分に対して優しくしてくれることなんてまあないですよ。相手にとってあなたはむしろ何も変化しません。でも、あなたにとっての相手への捉え方が変化するんです。なんであの人あんなにすごいことができるんだろう。その方法が知りたい。どういう考え方なのか知りたい。あの人と話してみたい。そんな風に前向きに捉えられるようになっちゃうんです。まあ、そりゃそうですよね。あなたが嫉妬してしまうぐらいの存在なんですから、その人はすでにあなたが今抱えている問題を解決してくれる能力がある人の場合が多いです。だから普通に考えて、その人から素直に学べば、自分の今の問題って解決しちゃうはずなんですよ。だから単純に相手に対して興味が湧いてしまうんです。まあ、正直ね、今も僕は結構チキンですから、ちょっとでも気を抜くと問題から逃げ出してしまいそうになります。というかね、ちょっと逃げ出してしまうこともまああるんですよ。でもね、そんな時はあの嫉妬まみれで辛かった時のことを思い出すんです。そしてね、そこでぐっと踏みとどまります。そうすると自然と自分の問題に立ち向かえるようになるんですね。嫉妬を克服する方法、それは、俺正直あいつに嫉妬してるんだよね、ほんのちょっとだけ勇気を出して言葉にしてしまうこと、誰かに伝えてみること、ただそれだけです。以上が今日僕が伝えたかったことです。僕のように誰かに嫉妬してしまって辛い思いをしてしまっている人は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
それとお知らせです。動画販売サイト Vimeo にて1ヶ月で絵が上手くなる動画イラスト上達プログラムが販売中です。初心者でも絵の下書きから完成までサポートする内容、そして中級者のための少し突っ込んだ内容、上級者のお悩みに答える内容など15本の撮り下ろし動画をセットにしたサブスクではない動画買い切り型になっております。動画のダウンロードも可能なので焦らず自分のペースで学ぶことができます。プロの翻訳家による正確な英語字幕もついていますよ。全巻セットでなんと4,500円、これ他の講座動画販売に比べたらめちゃくちゃ安すぎるので嫌がられないか心配ですね。1本からでも500円で購入可能ですが、全巻セットで購入するとなんとスペシャル特典として大人気イラストレーター作者2さんとの線の描き方についての対談動画まで限定でついてきちゃいます。気になった方は概要欄に URL を載せておきましたので、そちらからぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。